はい、皆さんこんにちは、マイノリです。というわけで今回はですね、オペレーター入門解説第2弾やっていこうかなと思います。で、今日はね、難しいですよ、サッチャーです。前回ですね、同じ SS のスレッジを、解説しましたが、今回サッチャーをやっていこうかなということで、昔はよくね、初心者はサッチャー使っとけば大丈夫だよみたいなことをよく言われてたんですけど、今はですね、サッチャーめちゃめちゃ難しいです。難しいんですけど、ただしっかりで能力を理解するとめちゃめちゃ強いし、初心者の方でもね、基本打ち合いをせずにサポート役として活躍できると思うので、ぜひね、この動画でサッチャーがどういうオペレーターかっていうことを知っておいてほしいなと思います。その中で早速ね、説明していきますが、前回のスレッジ重要度4というふうに言いましたが、サッチャーはですね、迷わず重要度5マックスです。めちゃめちゃ重要で、スレッジはね、自由型っていうふうに話しましたけど、サッチャーはですね、完全サポート型です。おそらくまあ CG をね、結構やってる人にサポート役といえばどのオペレーターかって聞いたら、ほとんどの人がまあサッチャーですぐ答えるんじゃないかなと思います。で、足に、それから体力、アーマーにっていうことで、かなり扱いやすいオペレーターになってます。で、サッチャーのまあ立ち回りとしては、基本的には味方に合わせて動くっていうことですね。なので単独行動っていうのはあんまり良くない。まあもちろんいろんなね、駆け引きとかで単独行動も必要かもしれないですけど、基本的には単独行動はせずに味方に合わせて動くっていうことが、大事だったりします。まあ、そんなオペレーターなんですけど、ここでじゃあ、武器の紹介していきましょうか。で、武器はですね、まあサッチャーはスレッジと同じ SS なので基本的には一緒かなと思いきや、まずショットガンは同じです。ただまあショットガンあんまり使わないと思うんで一旦省いて、次 L85、 これ一緒ですね。スレッジの時には、すごい扱いやすい武器っていうふうに話したんですけど、同じ L85 があります。で、それから、もう一つ AR33 っていう L85 より少しダメージは少ないんですけど、連射速度がまあまあ速くて、火力で言うと、まあ、少しだけこっちの方が火力あるのかなっていうふうに思います。ただ、注意点が相談数、まあ、弾数が25なので普通の銃より5発ほど少ないっていうことで、弾数管理、弾数の管理っていうのは必要だったりします。まあ注意しないといけないところだったりします。で、次です。ここがね、めちゃめちゃ重要で、サブウェポン、スレッジはね、安定性と火力を兼ね備えてるって言いましたけど、その理由がサブウェポンに SMG11 っていうめちゃめちゃ火力の高い武器を持てたので、そういうふうな話なんですけど、同じ SS のサッチャーなんですけど、サブウェポンなぜか SMG11 は持たせてくれません。ハンドガンだけです。なのでサッチャーはね、正直火力はあんまりないです。本当にサポート役として堅実にというか、ちょっと打ち合い能力はね、他のオペレーターに比べると若干劣ってるかなっていうような印象ですね。なので、まあ、メイン武器で少し差をつけるというか、 L85 でまあ安定でいくんじゃなくて、若干レートの高い AR33 に変えて少しでも打ち合い戦えるように。で、 AR33 っていうのはアングルグリップがつけれるんで、覗き込み速度をね、速くできるので、まあ、その辺で打ち合い能力をね、ちょっと高めるっていうやり方もまあ、いいのかなと思います。はい、というわけで武器の説明はこんなもんなんで、次というか、まあ、こっからですよ。本題はこっからね、しっかり聞いてほしいなと思うんですけど、じゃあ EMP メインガジェットですね。で、何ができるのっていうところですよ。サッチャーが何ができるのっていうところなんですけど、まずじゃあ全体的な基本的なところをお話しすると、このメインガジェットの EMP グレネードっていうのは3つ持てます。で、1個投げました。で、そこで起爆するんですけど、起爆したところの一定範囲に入ってる敵のガジェット、電子ガジェットが一時的に停止します。ここでポイントなのが、電子ガジェットだけっていうのと、あと一時的に停止っていうところですね。まあ、昔はこれ範囲内に入ってるガジェット壊れてたんですけど、それがちょっとね変わって、今は停止、15秒間、基本的には15秒間停止されます。なので15秒後にはまた機能再開します。そこはね、注意しておいてほしいんですけど、あとでもう一個注意してほしいのが、電子ガジェットなので、例えばフロストのウェルカムマットとか、カベイラのサイレントステップ、それからミラのミラ窓みたいなのは停止しません。そこはね、注意してください。さあ、で、そんなわけで、基本的なね、機能は分かったんですけど、じゃあそれでどういうことができるのっていうところを話します。まず補強壁、
を割るときに、例えば、バンディットのショックワイヤー置かれててビリビリしてるとか、カイドのエレクトロクローを貼られててビリビリしてるとかいうときに、一旦 EMP グレード投げて、で15秒間停止させて、そこでテルミットとか、火花とかが壁を割りに行くみたいなことができます。ビリビリを、一時停止させるってことですね。まあ、これが基本的な使い方かなと思います。じゃあ次にドローンでの索敵してるときに、ミュートのシグナルディスラプターとか、モジーのペストランチャーの、ね、ペストがあって、ドローンが前に進めないっていう時とかに EMP 投げて、一旦シグナルディスラプターとかペストを一時停止させて、その停止してる間にドローンを進めるみたいなことができます。はい、じゃあ次に罠系ですね。今めちゃめちゃ多いんですけど、例えばリージョンの毒針で、カプカンのブービートラップで、エラのコンカッションマインエラ棒ですね、でメルシーのバンシーソニックみたいな、罠を一時停止できます。まあ、一旦ね、一時停止させて進行するなり壊すなりみたいなことができます。で次にカメラ系ですね。カメラ系で言うと、エコードローン、妖怪ドローンですね、とかバルキリーのカメラ、バルカメ、それからマエストロのイービルアイで、防弾カメラ、まあ、もちろんデフォカメもそうですね、っていうものを一時停止させることができます。で今説明したもの全部15秒後にはもちろんね、機能再開するんで、その15秒間停止してる間に壊すとかしないと、また、元通りになります。そこを注意してください。でもう一個ね、補足で説明すると、イービルアイ停止させれるって話をしたんですけど、イービルアイはサッチャー投げるじゃないですか、あ EMP 投げるじゃないですか、で停止と同時に防弾ガラスがひょこって開くんですよ、イービルアイの。開いたらその瞬間に撃てば壊れるんで、まあ、そういう使い方もできます。はい、で続いてですね、一部オペレーターの能力を停止させることができます。例えばパルスの心拍センサーで、ビジルのあれなんていうんだ、透明化ごめんなさい名前が分かんない、ビジルの透明化、それからクラッシュの電気シールド、ビリビリするやつですね、を使えなくできます、一定時間で。もう一個、まあこれは一応ねお話しすると、あのサイトが消えます。光学サイトなんで、銃撃とうとしてこう覗いてると、サイトのあのレティクルが消えます。はい、これで全部ですね。ちょっと他にあったらごめんなさい、あのコメントとかで書いてほしいんですけど、僕はあのまとめた中ではとりあえず今喋ったすべてものが、全部なので、まあ、ここまで把握してれば基本的にはもう EMP の、機能というのは、理解してもらえてるというふうに思っていいと思うんで、まあねめちゃめちゃ多かったと思うんですけど、またね見返したりしながらしっかりね把握しておいてほしいんですけど、まあ、これだけのものを停止させれるんで、僕がね最初重要度5って言った理由が分かったと思います。逆にサッチャーがいないと、これだけのガジェットを停止させれない、簡単に、停止させれないんで、壊すためとか停止させるために他のなんか工程が必要になってきたりするんで、まあサッチャーがいるだけでかなり攻めやすくなるっていうことが、はい、分かったと思います。はい、というわけで、そういう風な能力をねお話ししたんですけど、最後にまとめをお話しさせてください。まずね、昔はさっきも話しましたけど、 EMP を投げて起爆したその一定範囲の電子ガジェットは壊れてたんですけど、今はあくまで一時停止するだけなので、これがどういうことかっていうと、味方とタイミングを合わせないといけなくなりました。昔は適当にポイポイ投げてれば敵の電子ガジェット壊しまくれてたんで、自分のタイミングでポンポン投げてたんですけど、今はそれしても15秒後には元通りになっちゃうんで、味方が例えば詰めていくタイミングとか、壁を壊すタイミングとか、索敵しようとしてるタイミングとかに合わせて投げなきゃいけないんで、そこが今のサッチャーの一番の難しいところです。なので昔はね初心者向けって言われてましたけど、今は若干、まあ、上級者向けになりつつあるのかなっていうふうなイメージはあるんですけど、ただこういう僕が今撮ってるこういう動画でしっかりね、サッチャーの能力を理解して使えるようになれば、別に打ち合いとかっていうところじゃないんで、ガジェットをしっかりうまく使いこなせれば本当にすごいいいオペレーターだし貢献できるので、その点で言えば僕は初心者の人にはめちゃめちゃおすすめしたいです。あと打ち合いが苦手な方とかにもおすすめしたいです。まあだから大事なのは味方を見る癖ですね、をつける。味方を見ながら一緒にこう合わせながら戦うっていうふうなことができるようになる、まあ、オペレーターでもあると思うんで、練習にもなると思うし、はい、おすすめです。はい、というわけでちょっとさらっとまとめちゃいましたけど、本当に打ち合いが苦手で別のところでどうにか貢献したいっていう人はぜひね、サッチャーの能力をしっかり
かり理解して味方と連携できるようになれば本当に助かるんで、そういう察知がいるとチームとしてはもうどんなオペレーターよりどんな人より助かると思うんで、はい、そこをねぜひね極めてほしいなと思います。そんなわけで、今回は第2弾察知の説明をしてみました。何かね感想なり意見要望あればまたコメントでよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちしています。バイバイ。